嬉しいですね。ちょっと思ったところに行って思ったように釣れるっていうのは。来た。へー、ビンゴー。これからねリフト&フォール手元ここを中心にやっていきたいと思います。こんばんは、マイケルでございます。今日はですねリフト&フォールの話をしていましたけども、まず釣りで大事なことですけれども、イメージを持って釣ること、そして感じること、もうちょっと具体的にどうするか、これでちょっとね、引き出しの一つですかね、皆さんにでもなればいいかなと思っています。これからねリフト&フォールちょっと詳しくやっていきたいと思っています。今ちょっと見ていただくと顔映ってません。なぜかというと手元ここを中心にやっていきたいと思います。まず、これもね、過去にお話ししたこともあると思うんですけれども、夜なんで、見えないんですね、基本見えない。だから投げてもどこへ飛んでいったか、でもです、これはイメージをしていきます。何回も何回もキャストしていると、だいたい自分の飛距離どこ行くか、どこへ飛んでいったかっていうのが分かるようになって、そして狙ったとこ、あそこ狙おうと思ったらあそこに飛んでいきます。そういうイメージを持つ、それがまず大事です。そしてそのイメージは投げて着水してカウントダウン、ここまでイメージ、そしてリフターのフォール、これ全てイメージをしておかないととてもばらつきが出てきてしまいます。1投目と2回目と3回目と全てバラバラ、こうなると、再現性ですね、よくアジングで言いますと1匹釣れたらもう1匹、同じところで行けばもう1匹釣れる、そういった再現性っていうのが取れなくなってしまうんです。あとライズが出た、どうしよう、じゃあまずキャスティングしましょう。はい、でこの時、2つの方法です。私はここで糸を張ります。なぜかというと浅い、そしてこの、着水と同時のフォールの時に、食ってくることがあります。糸が来ちゃいました。静かにやりましょう。それを狙って張ることが多いです。これはなぜかというと水深が浅いからです。深い時はどうしてもこう糸を出していく、こうしていかないとある程度こう棚が取れなくなってきます。そしていきます、1,2,3,4,5、リールを巻きながら上げます。今5回上げました。これ5ってやっていますけど、これは別に決まりはありません。その時その時の感覚ですね、その時その時によって変わってきます。巻きながらリフトをしていきます。そしてラインスラッグを取っていきます。そしてまた待ちます。このホール、ここで魚が食ってきます。つまりこれは、カーブホール、テンションホールっていうやつですね。僕はこれしかできません。よくフリーホールなどという話がありますけれども、ちょっとやり方わからないですごめんなさい。まあただ巻きもやりますけど、まあ基本これ一本です。フリーホールですね、テンションかけないホール、これしか食わないんだよっていうことは僕はないと思ってますので、それで食えばカーブホールでも食うと思います。カーブホールの当たりが取りやすいので、竿っていうか感じますので、なかなかこう抜けた当たりとかこうフリーホールでの当たりってちょっとなかなか難しいですよね。どっちかというとこう感じで釣りたいタイプです。巻いてる割にはあまり沈めてません。要は水面狙ってますので今。ここですね、ちょんちょんちょんで巻いてる割にはこのホール、時間取ってません。こういうやり方も引き出しの一つで私は出します。やべえ、
ただ巻きも見せちゃった。そして竿の向き、竿の高さ、気をつけて、あの意識してください。私結構比較的私は高めにやります。それで風が吹いても下げません。やはり当たりを取るときはどうしてもやっぱり高い方が取りやすいので、まあ、下げないで、まあ、ゆっくりこう下げてはいきますけれども、どうだろう、45度かな、そのぐらいまでは風があっても比較的竿の高さは保ってます。で今こう糸、この時チョンチョンチョンってやります。これなぜか、何をやってるかというと、リグの存在をこう確かめる、これがしっかり取れるっていうのがこの竿の、まあ、特徴でもあるんですけども、これがしっかり取れないと当たりもかすんだりしてきますよね。ブレる竿っていうのはどうなんだろうな、ワームも妙な動きしたりするのかな、っていうか気持ち悪いですよね、やってて手元の感じ方が。今これ、トン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 ってこうリグを感じるんですけども、その感じ方がやっぱりこう違うのかな。それで気をつけなくちゃいけない時、こうトン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 、この後こう下げちゃう人がいるんですけれども、これ下げちゃいますと、まあ、要はフリーホールってやつですよね。それで当たりがちょっと取りにくくなりますんで、必ずしっかりパッと止める。これ竿にも言えることなんですけれども、ここでパスッと止まってくれる、それちょっと僕は好きです。まっすぐリグへとつながっていってます。しゃくります、リフトですね。すぐ感じることができます。ペコペコ言ってますから、よくリグと竿が90度になるといいという話です。こういった時にリグは手元に感じることができます。こうやってリールを回してますね。これちょっと今わざと竿を曲げてます。今はこういう状態じゃありません。しかしキャスティングに失敗してちょっと横の方へ行ってしまったね。横の方に行っちゃってますね。じゃあこういう時どうなるかですよね。これ実はリフトしても感じることがないんです。たるみなんかできちゃったりして全然こう手元に伝わってきません。そういう時どうするか、あっちこっちこうちょん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 やってると思います。こうやってね、その時コンと当たるところがあります。斜めになりましたね。そうした時に、リグが一番感じるところを見つけることができました。ここを探すことが大事。わかります、これ先ほどとしゃくりが違うっていうの、しゃくりがさっきとはちょっと違うんです。それはなぜかというと投げた方向が違うんで、ここでないとリグを感じる、このしゃくりでないと今はここでリグを感じることができない。引き出しは多めに、でもこれだっていうものは自分で持っていると。私のこれだはリフト&フォークです。もうここで糸ライン張っちゃいます。もうすでにここからカーブフォークですね。でまあ先日話が前回のね竿のインプレでありましたけど、私これ今竿先見てません、画面見てます。おっとおっと、ごめんなさい、画面見てます。魚回ってくるの今待ってるんですけどね。今ちょっといろんな棚探してますので、あんまりちょっと実はホールスピホール棚意外と無視してやってます。でこういう時に当たるとね、あと再現性作るの非常に難しいんですけど、フォークとかね、そういうところでやるのが一番釣りとしては成り立つ、安いですよね。知らないところですとどうしても、でたまにはこうやってね、ワームもチェックをしないとずれてたりします。あとリールですね、これもチェックしましょう。音がここかな、リールもチェックしないとたまにビヨンビヨンちゃんができたりできてたりしてるとね、ちょっとトラブルの原因になります。ちょうどこの辺りですかね、こう光がうわ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 してるんですけども、これなぜこうなってるかっていうと、これ今潮動いてるんですよね。そして時折ピチャピチャ、まあイワシなのか何かわからないですけれども、スロープと境のところと船の境のところ、
なんか潮のこう境目とか潮が当たるところですよね。そこでこう動きが感じします。で結局今上で食ってこないんで、今度届いたらそこの方落として、でもあそこそこに落とすと引っかかるんで、ちょっと少し右の方になるからそこでちょっとやっていきたいなと思ってます。うわ、来た。おー、へー、ビンゴー。おっと、これちょっと大きいっすよね。これなんだ、これはなんだ、です。アジですね。よいしょっと、イエーイ、いい味ですね。ちょっと横にかかっちゃってますけどもね、尺まではないですね、まだ。だがここにしては最近ちょっと小さいのばかり出したんで、なかなかいい感じの味です。おー、いきなり来ました。久しぶりですね、ここまで。うわい。いきなり釣っちゃいました。今。で今日実は今風がないので、風があるとまた少し手を加えますけれども、まあその話は今度、お話ししたいなと思います。やっぱりいるな。てってれー。アジドゥ。お、飛び出る、飛び出ちゃう、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 出ちゃう。大変大変。のみのみ。I got this feeling I can't describe.There's magic in the air, the world has come alive. And when I see you, you make my pulse rise. I never knew